どこですか？どこ？ひび割れのこと、ささくれのことですか？ああ、ここの。どこ、なんか問題ですか？俺、あれみたいになっちゃうじゃん。例えば。何でしたっけ、猫のやつ。猫。キャッツアイ。じゃないね。何ですか？三頭に何か。四頭に。破れてやったやつ。アントニオ・ルフォ。うんこ踏んだやつですよね。みたいになっちゃうでしょう。いや、ここでうんこ踏むんですか？違うって、このささくれ。あ、ささくれがですか？じゃないか。なんとか、今ならなんとかなります。そんなことで、そこのラーメン屋さん行きましたよ、この前。で、どうでした？あ、非常に美味しかったです。あ、よかったです。はい、まあ、早川さんにとって、まあ、大体美味しいですよね。いや、美味しいとすごい美味しいしかないんで。いや、まあいいです。そうやって。いや、これ全然問題ないですよ。その早川さんがあれですからね。なんか、僕が作ったハンバーガーくそまずいし、とか言って。いや、だから、作った張本人に対、堀さんが作ってくれたって言ったら、僕、まずいなんて言わなかったですよ。だもういいっす。もうその話はもう終わったんですよ。もう、うるさいな。いや、問題ないですよ、この靴は。なんだからさ、はい、もうこれ、もう、だからアントニオ・ルフォみたいになっちゃうじゃん。アントニオ・ルフォはうんこ何回も踏んじゃった。なんで同じこと何回もするんですか。いや、全然大丈夫ですよ。何が大丈夫？このささくれのところですね、ここの。もうだってこっちから見たら浮いてきとるじゃん。そっちから見るからいけないんですよ。うるさいな、もう。で、どうしたらいいんですか。ちょ、なんか真剣になれないですね、自分のクズじゃないんで。いや、仕事だ。でもよく見えますね、こうやってカメラの方が、実際見るより。はい、大丈夫です。大丈夫じゃない？本当に言っとる？あ、大丈夫ですよ。こっちは、こっちもまあやばいけど、こっちいや、こっちの方がちょっと皮痩せてるじゃないですか、ここら辺がなんか。ん？こっちの方がちょっと皮、もう柔らかくないですか？座ってください。まあ、わからんかな、堀さんじゃ。なんか、ピコってしてる。ちょっと、そこが盛り上がってるんで、少し皮が痩せてるんですよ。どういうことですか？磨いたらなんとかなる？いや、ならないですよ。なんでならないの？もう、本当に。いや、そんなことよりやることあるじゃないですか。何？例えば。例えば、仕事探すとか。あ、そう、それは。はい。